という気持ち、君と二人を追いかけていた。Oh yeah, ah。木飯木飯。あてか宮古さん動画見よう。こうすればいいか。ネットニュースキャスター宮古です。この番組では最近話題の配信者ニュースをお届けします。速報です。コウスケちゃんとマスターを目指す。ゲーム実況者コウスケがちゃんとマスターを目指すというタイトルでApexの配信を始めました。なんなんこれ。しかしちゃんとというのはどういうことなのでしょうか。逆に今までちゃんとしてなかったのでしょうか。チート使ってたってこと。様々な憶測が話題になりそうかもしれません。続いてのニュースです。なんなんこれ。オープンレック人気配信者と癒着疑惑。とある人気配信者がオープンレックで配信中絶対ふとんちゃんじゃんこれ。てか半身を露出してしまう事件が起こりました。そのことしてんのふとんちゃん。しかし何日経ってもオープンレック側からの対処がなく、はい、現在アーカイブはもちろんクリップでもそれがしっかりと。なんでふとんちゃんアーカイブ公開しないの。彼はこれで名実ともに下半身の。なんで非公開しないのこの人は。逆にこれまで一度も。なんでふとんちゃん見せたがってるやん。逆にどんなことをしたらバンになるのか。え、今後の展開に注目が集まっています。続いてのでこれみやこさんが編集してんの。幸せ絶頂の打足、またもや入居審査に落ちる。先日結婚を果たした打足、配信者として活躍する一方、実生活ではそれが足かせとなっているどういうこと。個人的にはくだらねえニュースだな。でも落ちるんだ。何なのこれ。いかがだったでしょうか。いや終わりかよ。しかも短募集します。さよなら。まだニュースやんのこれ。短、クソ短いやん。